はようございます。今日も見てくださりありがとうございます。12月20日、もうね、今年もね、あと残り11日だね。早いねで、これね、半分に切ったハムでさ、貝割れをくるりと巻いて、巻き終わりは爪楊枝で留めとく。でね、椎茸を薄切りするよ。これちょっと肉厚でね、美味しい椎茸そしたらね、ウインナーに切り込みね。で、鶏胸肉は薄めのそぎ切りにするよ。そしたらね、もう軽く塩コショウも振らなくてもいいかもしれない。私振っちゃったけどさ、振らなくても良さげ。でね、片栗粉をまぶすよ。やっとこのボトルにね、詰めたすぐ忘れるからね。これ裏表ピャーっとね。で、調味料の分量、これなんだけど、ちょっとね、醤油の角がね、こうなんていうのあるから、なんだろう、みりんを入れてもいいと思う。ちょっとみりんを大さじ1ぐらい入れたら、まろやかな口当たりになるんじゃないかなと思う。次作るときはね、みりんを入れてみようと思うけど、果たして私はそれを覚えてるのかは不明そしたらね、卵焼きの準備ね。今日はね、韓国海苔の卵焼きにした。これもまた久しぶりだったね何もかもすぐ忘れるからね、久しぶりに作るものもね、多いわ。でね、なんかさ、今日水曜日だっけ、なんか今日から3日間ね、大寒波っていうのなんか、だからさ、水道管が凍結しないようにとかね、なんかね、市の防災無線が昨日からね、言ってる。なんか、この水木金ってすごい冷えるらしくって、水道管の凍結になんか気をつけてくださいとか、なんとかね、防災無線が言ってたよ。ねえ。でもさ、木曜日、金曜日、ほんと雪マークなんだけど困っちゃうわよね。ほんで、ね、病院だからさ、ほんで、トトに言ったら、その山道を通っていかんで、行かない方がいいって、あそこはね、あの原山道は車通りが少ないから、凍結、道路が凍るかもしれないから、山道を通らんで行った方がいいって言ってた。ま、ね、ま、安全に越したことはないからね、ちょっとね、下道でって山道じゃない、普通の平地の道で行こうかなまあね、もうね、本当に雪が降らないことを願うばかりです。もうさ、ニュースで見たけど、北海道なのかな、どこだったのかな、ものすごく雪が積もってたからさ、もうこの少しの寒さでヒーヒー言ってる鹿児島人はさ、本当ね、おかしな話だけどね、あの寒さに慣れないというね、あとあの原雪とかさ、道路が凍るのにね、慣れないのよね。でもこれで卵焼きができたね。でね、ちょっとこの片方だけさ、片方だけっていうか上の方だけに油を熱して、椎茸をね、焼く。椎茸はさ、夜カフに火が入らないとお腹が痛い痛いになるから、椎茸からね、じーって焼いとく。で、またこれもさ、ほんとすごいいい匂いがするのよ。やっぱ肉厚椎茸はうんまかよね。なんて言うんだ、食感もよろしいしね。で、空いてるスペースでウインナーを焼く。
でさ、しいたけに火が入ったらもうこれは冷凍ほうれん草ね。なんかちょっとねブル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 っていうか、でなんか知らないけどこの肩こりがひどくて困っちゃうよ。そしたらね、今これ何してる？ほうれん草と椎茸を炒め合わせてるね。でね、もう味付けはさ、ニンニク塩。これね、美味しいから。もうコリコリ食感の椎茸がさらにうまいね。もうこれを炒め合わせたら、もうね、ほうれん草と椎茸のニンニク塩炒めの出来上がりだね。そしたら今度はね、鶏さんを焼くよ。でさ、これはね片面1分から1分半ずつ焼くって何、ちょっとなんか言葉がおかしかったぞ。焼くね。でね、裏返して、今度はね、蓋をして、1分から1分半蒸し焼きね。そしたら合わせ調味料。熱いのよ。でさ、このタレをねしっかり絡めるよ。これもまたご飯が進む一品だ。で全体によか風に絡めてね、もうそしたらあっという間に出来上がるからね。もうこいでさ、鶏のつぶますマヨ炒めの出来上がりね。詰めるよ、リーフレタスで仕切って。で、卵焼きはいつも通り断面が見えるように詰める。そしたらさ、手前の方にカップを置いて鶏さんをね立てかける感じで詰めるよ。カップを置いてないとさ、つるっと滑っていくからね、カップでこう防波堤を作った。防波堤という言い方が合ってるのかわからんけど。でこのさ、カップにほうれん草と椎茸のニンニク塩炒めをどんどんどんって詰めるよ。で卵焼きとね、鶏の隙間に貝割れのハム巻きね。で、空いてるところにさ、カップを置いて、ここにはね、ひじきに、これ晩ご飯の残り、ほんと少しだけ残ったからね、お弁当に入れた。で、ウインナーをね、茶色、色が地味なのが重なったから、この真ん中にウインナーをね、置いた。で、ミニトマトを乗っけて、今日はね、のり玉ふりかけ。これも美味しいよね。これで、今日のお弁当の出来上がり。
今日はね、鶏のつづますマヨ炒めとかのお弁当でした。で、材料と分量これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。